2023年下半期ランキングロレックスからいきたいと思います。買取で査定をした時にビビった記憶があります。これは結構ユニークな答えですよね、こんにちは、ファイアキッズの高橋です。ファイアキッズの村です。よろしくお願いします。今回横浜本店で撮影ということで、はい、久々ですね。私は初めてです。うまいっすね。そして12月25日撮影、クリスマスですね。クリスマスですね。六角橋商店街あんまり関係ないですね。そうですね、普通の感じですよね。この日に六角橋商店街に行ってはいけないと言っても過言ではない。普通にね、おでん屋さんで皆さん飲んでて、ね、そうですね、いつもと変わらない日常が流れてます。はい、じゃあ今回は2023年下半期ランキングということで、時計はなくてパソコンを見ながらお話しするという形式で、はい、なるほど、寂しいですね。そうですね、時計ちょっとこう話で盛り上げていければと思うんですけども、よろしくお願いします。ランキングっていうのはどれだけお客さんが時計のページを開いたかっていうのでランキングをつけてまして、はい、まずロレックスからいきたいと思います。はい、野村さんに見えないようにして大丈夫、細かい字は見えてないんで。第3位から、はい、と言いたいとこなんですけども、ちょっと第3位第2位の方が意外なんで第1位からいいかと思います。はい、これはあの私から発表させていただきます。ロレックサブマリーナリファレンス14060、1991年製のノンデイトのサブ、はい、オールトリチウムのサブ、これがもう圧倒的な1位を記憶に新しい。意外な感じですけどね。年式的にはバースイヤーで探す方も多い時計ですし、あとはノンデイトっていうところで、うん、91年とかって少ないですもんね。そうですね、結構探してる方多い年代のイメージがあります。91年生まれだと31、2歳、はい、うん、いい時計探し出す頃ですね。ぴったりの時計ですよね。うん、いい時計だと思います。こちらが1位です。この時なんか思い入れはありますか？あると思います。僕結構好きな時計で5513もちろん好きなんですけど、はい、オンデートの5桁っていうところで使い勝手がいい時計かなと思っていて、欲しいと思った時期もあります。その時期いくらでした？120とか110とか100は超えてましたね。欲しいと思った時？思った時が。へえ、まあ最近なんですよね。なるほどなるほど、はい、僕買っといていいかなと思った時は21番。あ本当に海若い頃しようかなっていう時に買っとこうかなみたいな、そんな感じのイメージでしたね。二時代前というかもまさに30年前の話ですよ。昔からあるいい時計ですよね。まあいい時計です。はい、5513って88でしたっけ？90年ぐらいまであるんですか？ありますか。うん、じゃあもう本当この91年の初期の方14060が僕が1位でした。はい、中古が30万みたいなイメージの時計ですね。まあ、当時はそうですね。うん、今はもう140万前後状態のいいものならそれぐらいっていう認識でいいですよね。うん、そうですね、結構ねやっぱりもうメーカーに修理を出すっていう時代に変わってきたので、ええ、針が変わってるとかね、うんうん、そうするとガクッと値段落ちますけど、この時計みたいにねオールトリチウムとかだとやっぱ探してる人いますよね。うん、じゃあこの2位は何だと思いますか？はっきり言って3回目ぐらいこのランキング企画、はい、全然当たんないんだもん。予想しても意味ないかなっていう、ね、じゃあ発表します。ミルガス1019、これ見たいですよね。いい時計ですよね。これいい時計です、はい、珍しい。珍しいが2位でした。はい、はい、この時計にも入れはありますか？野村さん、初めて買取で査定をした時にビビった記憶があります、はい、これはあんまりにも見てないから本当に査定していいのか俺はみたいな、そういう記憶がありますかね。野村さんをビビらせた時計。そう、うん、それまでは、まあ、ある程度見たことあるものばっかりだったから、そんなにねビビることないと思うんですけど。それだけ希少ってことですよね。そうそう、1019なんて僕でもやっぱりそんなに見る機会はないので、これで良かったんだっけ、そんなイメージですね。僕は思い入れは特にはないんですけども、分厚くていいですよね。胎児の精度を高めるためにバックケースが厚みがある、うん、ケース自体もね一回り大きいんで。あ、大きいですね、うん、1016とかその辺と比べても一回り大きいですね。そうですね、20年ぐらい前ですかね、査定してって言われた時にこれは大丈夫なのかどうなのか分かんねえなみたいな、そういう記憶があります。当時はいくらぐらいでした？でもやっぱり100万円台ですよね。もうね20年前、当時100万円を超えるやつっていう、本当デートナとか、はい、本当一部ですね。ああ、その当時から価値があった。そうそうそう。赤サブが100万いかなかったぐらいじゃないかな。レア度が高い。
ちゃんと値段ついてね並んでるところって少ないと思うんでね、これもね結構格安で出してるんですけど、ね、そうですね、メーカーの修理明細付きですね。そうです多分80年前後ぐらいの文字盤のタイプなんで、そうですね、ダイヤルはメーカーで新しいものが修理という形で入ってる、そうですね、まあ素性のいい時計ですよね。そうですね、それもあって欲しいなっていう人はたくさんいるんでしょうね、なかなかやっぱ値段的にはちょっとビビりますね。そうですね、はい、398万円ぜひ、はい、狙ってみてほしいな。ここはもうありますんで、はい、やっぱり時計見とくって大事で、正直あんまり興味ない時計だったから真剣に見たことがなかった、はいはいはい、だから欲しいななんて思ってる人は見る機会があったら見とくっていうだけで、ね、うん、ですね、いいと思いますので欲しいと調べますよね。そうそうそう、自分の知らない年代とか得意じゃない時計に関して、そうそうそう、だからちゃんと調べたり実物を触っとくって結構大事なことだと思う、見に来るだけでもぜひぜひ、はい、第3位からクイズ形式でやっていこうと思います。じゃあヒントを僕が出していきますんで、はい、はいはいはい、3位はペットネームが○○○キングです。丸丸丸まあまあ、はあはあ、丸丸丸丸キングです、丸丸丸丸、あ、丸の数は気にしないです、ね、キングシリーズです。キングシリーズ、うちのオザキング、あ、違います。違った。オザキングはいないです。いないですか。ペットネームとしてない、ないです、はい、ブラックダイヤですね。もうスピードキング、あ、正解です。はいはい、スピードキングはスピードキングでもブラックダイヤル、ブラック80年代の、そうです、あのエンジンタードベゼルのブラックダイヤルのスピードキングが、はい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 、珍しいですよ ね、 そうですね。これね多分クリックしてサイズ見てみんながっかりして買わないみたいな。いや、売れてます。はい、あ、売れてますね。売れてます、売れてます、売れてる、すぐではなかったですよね。迷われた方もいらっしゃったんです。そう、結構ねこの 30mm ケース、写真で見るとかっこいいからみんなクリックするんだけど、サイズ見て 30mm かってなる感じですよね。これは何よりもエンジンタードベゼルがついてるっていうのはアピールポイントですよね。そうそう、しかも82年ってあるんだっていうぐらい年式新しいですよね、後期ですよね。そうそうそう、本当最後のスピードキング、最終期なんかちょっと話せます。それに近しい、これかっこよかったですよね、普通にかっこいい、ツヤのあるブラックダイヤですね、はいはいはい、これが3位です。変なのが入ってますね。これは結構ユニークな答えですよね、絶対当たんない。さすが野村さん。ちなみにリファレンス当てるとかめっちゃ難しいですか。やってみますか。じゃあ野村さん、今のブラックダイヤルのスピードキング、はいはい、エンジンターンドベゼル、え、 64? お、 30? あ、惜しいです。6031。あ、31、31無理だわ。絶対出てこない。31はだって珍しいですもんね。1ってなんだっけ、ね、みたいな。本当アッシュだ、すごい、ほぼ正解ということで、ありがとうございます。はい、第4位、これは当てやすい時計なんですけど、ヒントをどう出すかですね。ダイヤルの部分の特徴を動物の部位というか、なんだろう、全く浮かばないですね。スポーツモデルです。スポーツモデル、4桁スポーツモデル、ダイヤルのある部分を動物の何かに例えてます。 GMT ですか。違います。え、盛り上がってきましたね。全然浮かばないですね。年数を言っちゃいますね、はい、67年製です。67年製、はい、あ、初期マットっていうんですかね。フロックフット、正解。1016フロックフットエクスプローラー1です。これが一応4位。これはもう人気のある時計ですもんね。まあそうですね、これもいいフロックフットでしたね。ねえ、ブレスもちゃんとハードブレスがついてて、まあでもダイヤルすごいいいやつでしたね。これってうちの常連さんが穴が開くほど見てたっていうやつじゃないですか、もしかして。そうだ、わかりました、はい、はい、わかりましたよね、はい、どう動いたかもわかりました。ちょっと暇があったら確認してるみたいな、愛着を持っていただいて気に入ってもらって、そうですね、大事にしてくれる方が今お持ちになるのが思い出しました。いいですね、ありがたいことですね。その人が1000回ぐらいクリックしてる。あ、それでこうなってるんですかね。そんな気がしません。4位は同着います。これヒントも何もないですけど、リファレンスが違います。同じモデルで、一応27、あ、正解です。エクスプローラー1の一応270、95年製のトリチウム、これが同じ PV 数で5位です。へえ、エクスプローラー人気はまだやっぱり強いですね、健在だと。GMT とか入るのかなと思ったんですけど ね、 ねこれもシングルバックルのヴィンテージ感のある個体ですね、トリチウムやっぱね、ヴィンテージ感出ますよね。そうですね、90年代なんか新品で買えたのになみたいなイメージだったのが、本当ヴィンテージ感出てきてるなっていう、そういう感じが。意外と若い方よりもこの時代にこれを買わなかったり買えなかったって方が買われるパターンが、結構ありますね、多いですよね。当時物もね意外となかったし、こんだけいっぱいあるからいっぱいあったのかなと思った。それだけ売れてた、キムタクはすげえって話ですよね。なるほどなるほど、木村さんはすごいですね。そういうことで6位までいきましょうか。ロレックスの最高峰モデルです。もういっちゃってんじゃないですか、答え。デデト、はい、はい、デデトです、はい、リファレンス1803のイエロー18金イエローゴールドの純正18金イエローゴールドブレス、ギャラ付きですが、
6位です。へ、こちらまだあります。これ比較的最近ですね。そうですね、うん、だから伸びてる個体ですよね。ジャラ付きブレス付きって嬉しいな。シャンパンゴールドのダイヤルで、うん、一般的な顔ですけどギャラが付いてる、うん、プレジデントブレス付きですね。ちょっと伸びて、こう伸びてますね。伸びてますけど、それがこうちょっとかっこいいですよね。こなれた感じで、こなれた感じ、かっこいい。これが一応6位で、はい、なるほど。ランキングはそういった形だったんですけども、1年を総括して、はい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 、野村さんが印象に残ったロレックスってありますか？今年はデレートでしょうね。本当異常な、そうですね、今までそんなに売ったかなっていうぐらい見ましたよね。人気が上がってきてる時計ですね。ちょっとロレックスのスポーツが値上がりすぎたせいもあって、うん、最高級機が安くないっていう話ですよね、うん、注目されてますね。本当にいい時計持ってますね。持ってないですまあ欲しいですね。自分もデイデートやっぱり。そうなんですか。変わったダイヤルのやつとか欲しいですね。いいですね、はい、変わったダイヤルね。でもね、なんだかんだ普通のシャンパンとかシルバーが良かったりしますよ。本当ですか、うん、と思います。そうですか。野村さんがそうおっしゃるならそうですね。うちで扱うのは1803がメインですけど ね、 ね、いろんなの扱いましたよね、うん、ダイヤ入りピンク、ピンク、ホワイト、ホワイトとバークドベゼル。あー、バーク、バークありましたね、はい、結構な1年でしたね、うん、いろんなの扱いました、はい、ホワイトゴールドもあったし、チャコールグレーもありましたよね。ありましたね、マホガニーもありました。そう思うと本当にいろんなデイデートを取り扱うことができた1年でしたね。時計屋冥利に尽きるというか、いい1年だったんですかね。おっしゃる通りです、はいはい、新年もよろしくお願いしますですか。あ、そうですね新年も早きってよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こういった感じで、YouTube 頑張ってますので、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました